韓国メディア。日本でチャミスルブームに疑問の声。内容はこちら。韓国メディアが日本でチャミスルブームと主張しているようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。現在日本は韓国料理とチャミスルセットメニューを発売するほどチャミスル熱風が激しい。これまでハイトジンロは日本国内のブランド認知度を上げるため、昨年から俳優の佐久間由衣をモデルに掲げ、チャミスルの清涼なイメージを掲げてテレビ広告を披露した。また、家庭用焼酎市場拡大のためにチャミスルキャンペーンを進行するなど、日本内のチャミスル認知度を拡大している。販売接点も増やした。日本国内セブンイレブン、ミニストップ、ローソンコンビニなど全国コンビニエンスストアにチャミスルシリーズを入店させて販売中だ。ハイトジンロは2020年の日本焼酎輸出額が前年比 23% 増え、日本市場攻略を強化している。チャミスルって本当に日本で流行ってますか？では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。うちの店にも置いてあるけど、給料日前のよほどの時でない限り出ませんね。月に1本か2本出れば売れたと思いますけど。スーパーに並んでるの見るけど、買ってる人は見たことない。やはり捏造かもしれないですね。次はこちら。見たことも聞いたこともないんだけど、チャミスル？そんなの初めて聞いたぞ。明星のチャルメラなら知ってるけど、チャミスルって何ですかね？変なもの流行らさないでほしいですね。聞いたことも見たこともない。みんな知らないようです。次はこちら。昔いただいたことがあって味見したが、あまりのまずさに捨てた。これとジンロは絶対に飲みません。酒屋店員より。知ってる人もいるようですが、味も不評のようです。最後はこちら。チーズタッカルビもこんな感じで出てきたよね。ブームであることを謳い文句に、ブームを作ろうとして1年も持たなかったけどわら。ブームの意味わかってないだろわら。流行ってるのではなく、流行らそうとしている。ブームとは、作ろうとして作るものではなく、自然と生まれるものなんですけどね。結論。韓国メディアは、日本は韓国料理とチャミスルセットメニューを発売するほどチャミスル熱風が激しいと主張していますが、どこの情報でしょうか？多くの日本人は知らないようですけど。ブームは自然と生まれるもの、作ろうとするものではありませんよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。